強かった。いやいやいや、正直強かった。いやおっしゃってました。いやでも本当にね、この試合は本当ストロングスタイルプロレスで組んでいただいてね、本当に素晴らしい一戦が見れたと思うんですけども、さあいよいよメインイベントでございます。大学院登場です。いやちょっと山下里奈選手入賞。さあまずは山下里奈が、まあ、この里奈選手も、はい、もう今フリーダムズのもうレギュラー選手で、はい、この間まではタックのベルトも持ってたんですよ、はい、藤田実選手と一緒に取られたんですけど、はい、まあそれこそサックスはいですか、はい、それこそその先ほどのね、武田選手だったり、まあ、笠井選手だったり、まあ、デスマッチで普通に男子選手とやり合ってるので、まあすごい選手だと思います。昨年12月17日のストロングスタイルの後楽園大会で、はい、ジャガー様と山下さんが組まれたんですけども、はい、相手がサリーさんとヨシコさんで、はい、山下さんの試合初めて見るストロングスタイルのお客様もたくさんいたんですけども、はい、山下さんのその時の評価がすごい高くてですね、なるほど、あともう一回うちにちょっと呼んでみたい見たいっていう、まあ、話がその時もから出てまして、そしてまあね、この運命のデビュー戦の相手となったんですけど、今もでも、はい、あのリングイン、タイガーリングイン、タイガー式の、はい、もうまず入場からもう200点のデビューですね、これ。もう、はい、こんな軽やかにスピーディーに動ける。佐山先生が、この人ならタイガーの名前を与えてもいい、与えても認めたという、はい、もう何かこの入場する時のこの何か歩き方にも何か気品のようなね、はい、そういった何か高貴なね、なんかそういう本当にまさに、まあ、クイーンですけども、はい、佐山先生同様に品がある選手です。品を感じさせてくれます。そうですよね。で結構はい、身長、まあ身長体重不明なんですけど、はい、身長ありますよね、これ背が高いですよね。そうですね、高いですよね。170は少なくとも言ってます。まあ、里奈選手も別に小さい選手じゃないんです。里奈選手も多分ね、はい、女子の中では身長結構あるんですけど、里奈、はい、選手の方が全然大きいんで、はい、まあ、そしてなんか手足も長いですし、はい、もうスタイルも非常に良い、はい、この今のステップも軽やかな、このタイガーステップですよね、はい、ああもうこのね、この動きがもうまず今この今どよめきね、イヤホン越しに聞こえてますけども、はい、完璧です。おー、そしてこのスピンキック見せましたけども、いやちょっとこの動きが、いやこれ蹴りをした後にこう2回転こう自然と体が動くっていう、これやっぱり本当に先生の雰囲気を持たれてますね。2つですよね。さあしかし腕を取ってった、あーこの羽置きからのこのアンフォリックスの今のこの手をレフに対してのね、はい、なんかもう仕草全てがもうクローンだっていうね、コメントでしたり、そういったね、はい、そういうお言葉も、ありましたけど、はい、ね、まさに。さあそしてこのヘッドロックからあの技が、おタイガースピンも完璧だ。いやスーパータイガースいかがですか。いやでもなんかすごいですね。僕もちゃんと今見るのは初めてなので。さあそのまま足を決めていく。本当に何かこの佐山先生が持たれてた40年前にそのなんかしなやかさみたいなものを持ってる選手ですよね、はい、そうですね。体がもう自然にいろんな動きがこう自然にこう出ていく、柔軟性だったり、はい、さあロープに飛ばすか、しかしここがこの山、しかし
羽根置きからドロップキック、いやあのここだけ見ても素晴らしい完成度というコメントありますけど、はい、ありがとうございます。いやこれは本当にすごい選手が現れました。はい、さあしかし山下里奈もシザースで絞り上げていく。さあしかしこれを華麗に抜けてまいりました。さあそしてサマーサルトキック、そして風車式バックブリーカー、ちょっと山下里奈もこのタイガー殺法に何かね困惑しているような様子でありますが、でこの試合やっぱり特別感を感じさせるのがクイーンのセコンドにですね、はい、女帝ジャガー横田さんがついてるんですね。まあジャガー選手と佐山先生がもう2人で生み出したジャガー様が、はい、他の選手のセコンドにつくってことは多分おそらく何十年もなかったんじゃないかと。なるほど、このジャガー横田が送り出したタイガークイーンであります。さあしかあここで側転からのフライングタイガーアタック。ああでもこういった当たり強いですね。エルボン強烈ですね。ああしかし山下里奈がジャーマンでいけるようにぶん投げていった。さあこのジャーマンを聞いたか。今聞きましたね。聞きましたね。頭打ってるということです。さあちょっとこれは心配であります。いや本当にジャガーさんがセコンドについてるっていうのは、はい、新鮮ですけども、すごいです本当にすごいことだと思います。さあ今度はゴーギー、何を狙っていくんでありましょうか。見つけていった。これは強烈ですね。顔面を、いやまあでもこ のタイガークイーンのマスクもかっこいいですね、はい、そうですね、この牙付きの、はい、これはさえば悟る初代タイガーマスク、はい、もう直伝の伝承の選手の証ですね。なるほど、マスクをつけられるというのが。さあしかし今度はサソリ固め。さあちょっと怖い、苦しそうですね、はい、いやコメントでもある意味初代タイガーに一番動きが似てますね。あ、はい、そういったのコメントでしたら、やっぱりツイッター上の、ね、そういったツイートも本当あの日多かったんですけども、本当にもうクローンが現れて、しかしちょっと劣勢が続いております。ちょっとクイーンも盛り返してほしいところですね、本当に。さあしかしいやこうやってやはり、はい、力技でしたら、まあ、このスリーパーもそうですけど、はい、正面から押されてしまうというこのやっぱり山下里奈とね、いや山下選手結構いろいろこう当たりも強いし、結構あれですね、できますよね、激しい、あれなんか女子の試合ってちょっと舐めてみてたら、いや結構これはと思いますね。本当に
男子選手に負けないぐらいの本当にあのこのパワーレスリングをね、これ波の女子レスラーじゃ壊されるそうですよね。いや伊達にあの普段ね葛西純選手と戦ってるだけはないという、ちょっとこのパワー殺法で、あ、元柔道をやられてたというコメントだ。柔道をや、まあ、それはちょっとこうしっかりとしたねこの下半身だったり、体幹どっしりしてますかね。ああ、そうですね、そういった柔道だったんですね元が。結構当たり強いですよね。これも強烈ですね。海も返してくるんですね。サイルボーの打ち合い結構女子では珍しい感じのこの打ち合い。そうですね、激しさがちょっとそのちょっと引くぐらいですね、はい。普通にイメージするこのなんか女子レスラーの試合っていう感じはないですよね。さあ今度は膝蹴りから蹴り上げていった。さあちょっとこれは危ないですよ。さあ肩を上げていったが、さあ完全に山下里奈ペースであります。さあ今度は何かパワーボム狙いか。おお、これもタイガー殺法。さあそしてソバットから、さあフライングのクロスアタックか、カウンターツ強烈なのが顔面に入りましたね。入りましたね。これはダメージは一撃もいいんじゃないかと。さあタイガースープレックス狙いか。あ、しかしラリアット1回転。カウントアツ10分経過。さあ、さあ担いで、あ、ダックスギロチンドライバーか。これは危険な技が出ました。さあちょっと心配ですね。今のはちょっと首心配ですね、はい、ちょっと怖いですね。真っ逆さまに、いやー山下里奈恐るべし。ちょっとダメージ強いですね、これ。これは危ない。うわあ、そこからスプラッシュ、マウンテン狙いか。高い、これは高いぞ。うわあ、着地して、うわあ、顔面へのスピンキックか、そばったか。さあ、そしてタイガーネックチャンスリー、首から突き刺さったフォルの体勢。うわ、なんとか肩を上げましたが、ちょっと今の頭打ちましたか ね、ネックチャンスリーで、さあ山下、さあそしてツームストンか。ツームストンドライバー。さあちょっと距離がありますが、ダイビングのヘッドバット狙いか。さあトップロープから飛んでた。いやでもあの距離を
飛びましたよ。すごいですね、やっぱり。あの完全に多分肩口とはいかなかったかもしれないですけども、はい、いやでもヘッドバットで山下里奈のその上腕のあたりに見舞ってまいりました。そしてタイガースエプレックスか、このブリッジすごいですね。ホールド、完璧なブリッジ。いや完璧なブリッジでした。いやすごい、これはすごい。タイガークイーン、いや本当にもう200点のこれデビュー戦じゃないですか、はい、いや大絶賛いただきました本当に。いやこのね、ジャガーさんもよくやったっていうね、はい、ジャガーさんも本当に感慨深いところが終わりになったと思います本当に。いやタイガークイーン、この令和の時代に本当にいいファイト見せてくださいました。いいアニメ化してっていうコメント、アニメ化してほしいですよ本当に。これは一大ムーブメントが、いやでもやっぱ相手がやっぱ強かったから、また山下選手だからこそ一人だけじゃ輝けないっていうのは、いや山下選手がすごい。いや多分女子プロレスリングの中でもこの2人の試合って結構やっぱ